はい、どうもことです。今日はね、モノアイズのマイインスタントソングの解説をしていきます。でね、もうめっちゃ僕楽しみにしてたんで、この曲。多分世の中のエルレガーデンファンの皆さんは今頃大歓喜してると思うんですけど。で、チューニングなんですけども、ドロップ D です。6弦が1音下げですね。別にレギュラーチューニングでもいけます。サビの1箇所で、D シャープかなをほんまに1回だけ使うだけなんで、まあ、全然高い方の D シャープでも全然問題ないと思うんで、で BPM が120です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、まあ、昔の細見さんらしいものすごいシンプルな曲なんで、多分パート1で終わると思います。じゃあ、イントロからやっていきます。はい、じゃあまたルートの音をフレットで言っていきます。最初が5弦の1フレット、6弦の3フレットです。5フレット、最後が5弦の6フレットです。これの繰り返しです。で次なんですけども、でね、 A メロなんですけども、ちょっとボリューム絞る感じで、多分ちょっとうっすらなってると思うんで、ギターが。はい、イントロと一緒ですね。次ブリッジミュートになります。コード進行も一緒です。はい、でその次なんですけども、クリーンのアルペジオですね。で次サビなんですけども、もうほとんど一緒です。で2番も、ほとんど一緒なんで、 A メロのケツの方でちょっと違うパターンのアルペジオが入るんで、これはね、3弦の、9フレットと2弦の10フレットと1弦の9フレット、まあ、基本この形です。でここの時に、2弦の12フレットが1回入ります。でね、この先もまだあんまりラジオでしか流れてないんでよく聞いてないですけど、大体多分一緒やったと思うんで、はい、多分これをちゃんと分かれば、あとは応用やと思うんで、小節が違うかったり。はい、じゃあ以上ですね。
って思ったよりちょっと短いかもしれないですけど、まあいいです。まあのラジオでももう一曲あるんですけども、まあそれもまたやろうかなと思ってるんで、よかったらチェックしてください。これから僕はまあ楽しみですね、モノアイズ。まあ音源も出たらチェックしていきたいと思います。はい、まあそんな感じで、あと下の概要欄にSNS とかの URL もあるんで、よかったらフォローしてください。ではまた。